どうも、オナです。私はですね、今、タイ・バンコクのスワンナプーム国際空港に来ております。私ですね、まあ、今回ちょっとイタリアからですね、まあ、サウジアラビア行ったりですとか、まあ、ここのね、バンコク行ったりですとか、まあ、そんな感じでね、ふらふらですね、旅行しておりましたら、ここの空港で、次はですね、香港に向かう航空券を手配いたしました。それでですね、今回なんですけれども、私、はい、14時出発の、これですね、これ、うん。エミレーツの EK384 便で香港に向かうというわけでございまして、今回なんですけど、エミレーツのですね、なんとですね、ファーストクラスで向かう予定でございます。まあ、それでね、この路線なんですけれども、先に言っておきますと、エアバス A380 っていうですね、まあ、2階建ての、まあ、旅客機の中でも一番大きいですね、飛行機で運航されるので、エミレーツのシャワーがあるですね、そう、飛行機なんですよね。それがなんとですね、私、まあ、ファーストクラスこれから乗るということで、そこら辺はですね、バッチリですね、見ることができる、体験することができる、うんね、そんな感じになっております。早速なんですけども、今からですね、エミレーツのファーストクラスのチェックインカウンターを探してみようかと思います。行きます。楽しみです。イエイ。空港のあんな感じで日本語の通訳とかもね、そんな方も来てくれたりするんですけど、すごいですね。EU カウンターということで一番奥ですね。はい、あそこがですね、エミレーツのチェックインカウンターがあるということです。それこちらですよね、うん、もうね、お気づきの方もおりとも思いますけれども、今回のフライトはですね、イエン圏フライトですね、エミレーツにとっての、まあ、拠点のドバイの空港ではない路線だから、ドバイ、バンコクっていう風に飛んで、そこからまた香港に飛ぶっていうですね、感じのルートになっている感じです。はい、ファーストクラスのチェックインカウンターありますね。まあ、拠点の、ね、空港ではないんでね、チェックインカウンター正直、まあ、普通っていう感じですね。エコノミーと全然変わらないです。まあでも、もちろんファーストクラスで行きましょう。よし、じゃあ行きましょう。Hello, check in please.Ah, no. For the Emirates lounge, actually level 2. Okay, Emirates lounge? Yeah, okay. And today from the lounge, from lounge 2. Okay, thank you.よし、ということで無事チェックインすることができた、できました、できたじゃない、できましたですね。いや、今回はちょっとファーストクラスもね、ちょっとね、いつもより上品にいきたいと思います。これが見えますか、この文字が、このね、 F ワードって言ったあれですけど、ファーストですね。本当にファーストクラス乗るんだな、しかもね、エミレーツのっていう感じです。ただですね、これね、ちょっと皆さんにもぜひね、ちょっとね、もし可能であれば乗ってほしいなみたいなことをですね、思っておるんですよね。というのもですね、この路線のファーストクラスって実はですね、10万円以下なんですよ。すごくないですか、釣りなしです。実はマイルで取って、サーチャージがなんか、ね、いくらかかってとか、そういったのじゃないですか。もう本当にマイルとか一切使わないで10万円以下で乗れるんですよね。8万5000円とか、あとでちょっとラウンジで見てみようかと思いますけれども、エミレーツのそのファーストクラス、ね、国際線のファーストクラスですよ。それがなんと10万円以下でですね、なんかジャパネットみたいになってますけども、ね、乗れちゃうんですよ。もう今口から電話して買うしかないですよね、ということで30分以内という風な感じで言いたいんですけれども、はい、乗ることができるんですよね。そんなね、フライトでございますので、ぜひちょっとね、皆さんもよかったらですね、まだね、乗る前ではありますけども、ちょっとね、要チェックでございます。はい、では今からですね、早速なんですけども、タイをですね、出国しようかと思います。ありがとう、はい、楽しかったです。無事出国しました。ちょうど横にエミレーツの、ね、CA さんがいらっしゃったんで、多分おそらく今回のフライトだと思います。では、ここのスワンナプームにはですね、エミレーツのラウンジもありますので、そちらの方に伺いましょう。結構遠そう。そう、それで前回ね、タイ航空のファーストクラス乗りましたけど、あれもね、
素晴らしかったですけど、今回はね、まあ、果たしてどうでしょうかね。そう、あれもまあね、ファーストクラス30万円ぐらいなんですよね。まああのね、他の ANA とかの、まあ、ファーストクラス、北米とかニューヨークとかね、北米とかヨーロッパとか、まあ、距離もね全然違うっていうところもあるんですけれども、まあ、100万円以上はしますからね。最近あとビジネスでもね100万円以上とかしますからね。まあ今回でもファーストクラスはそれでね10万円以下、すごくないですか、ね、しかもエミレーツのっていうところがポイントですね。いやまだ乗ってないんで分かんないですね。よし、じゃあ向かってます。今日もいいフライト日和ですね。でかい、もうちょっとあのね進んだところです。こっちです。はい、ということでこちらですね、エミレーツ。サリカン、グッドモーニング。 Your Wi-Fi and password in announcement. Okay. Wi-Fi is boarding with your announcement. Thank you. あ、ここは初めて入りますけど、入りますけど全然いないですね。じゃあ結構いらっしゃいますね、うん。お、あ、結構いい食事は拠点ではない空港ですけど、あります。サラダも美味しそうです。コーヒーはしお酒もあります。じゃあいただきます、はい。じゃあとりあえず乾杯。炭酸です。まあ機内でねちょっとコーラとかいただこうかと思うので、じゃあここはとりあえず炭酸水にしておきます。いやで、まあここはねあのもうファーストクラスとビジネスクラスは全部あの一緒っていう感じにしてますね、うん。でも全然あのビジネスクラスのところでも雰囲気もいいですし、豪華で程よい人なので、うん、うん、うん、メカブみたいなやつ。Thank you. カフェモカかな。美味しそうな飲んでる人がいたんで、同じの作ってくださいみたいな感じで言ったら、あの心よく受けてくれました。あ、いいね。これどいいね。意外。あ、タイはでも全体的にサービスがね、いいですね。あ、ホテルも空港もチェックインカウンターも。ちょっとねあの遅いっていうところあるかもしれないですけど、日本もどんどん機械化していってるんで、なんかちょっとサービス受ける側にの人にとってはちょっと嬉しいですね。まあ、働く人はちょっと大変かもしれないですけど、じゃあいちご。
じゃあちょっと値段見てみましょうか。エミレーツの Wi-Fi のパスワードは iFly A380 ということで、そう、ね、あ、いいですね。それではですね、こちらもおなじみのスカイスキャナーということでですね、バンコクから香港までフライトをちょっとまずはエコノミーで調べてみようかと思います。はい、というのがたくさん出てきましたけれども、お、エミレーツ、そう、エミレーツでも2万で飛べるんですよね。それで香港航空とかも1万とかでありますね。あ、安いね、このですね。で、タイ航空とかキャセイも、まあ、似たような値段でね、結構ね、あの競合が多いんでね、全部値段安めみたいな。エアアジアも飛んでますし、エチオピア航空も成田インチョンと一緒ですね、イエン県で飛ばしております。こんな感じ。 あとあれですね、新生の航空会社グレイターベイエアレンズ、これも日本に就航しておりますけど飛んでおります。それでこっからじゃあファーストクラスしましょうか。じゃあここをね、はい、果たしてファーストクラス、ファーストクラス、なんと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 、見てください、8万5000円ということで、もう10万円を大幅に切ってこの路線ね飛んでるんですよね。はい、それでまあちゃんとね、それが公式サイトとかでも価格が、はい、エミレーツ航空、はい、公式サイト見てみようかと思います。はい、日本円に直したら、はい、8万5000円ということで、はい、このエミレーツのですね、はい、380の、ね、ファーストクラスが8万5000円で販売されております。すごいでしょまあね、あのこちらの路線もね、見ていただけば分かると思うんですけど、まあ、フライト時間がね最大の欠点というか、まあ、それで安いっていうのがあるんですけども、あの 3時間5分なんですよね。なのでめちゃめちゃ早いです。あのもうあっという間です。だからオーバースペックですですけども、まあ、一応ねここの路線は100万円とかで売っても、まあ、あのあんまりお人が乗らないだろうということもあって、まあ、10万円でねエミレーツのファーストクラス、まあでもね、ビジネスでファーストクラスの座席を使ってるということではなくて、もうファーストクラス扱いですからね、ファーストクラスで提供してあのいるという感じです。まあちょっとまあね、あの釣りなしって言ってる時点で、ね、絶対なんか訳はあるだろうって感じが ね、あのしますけど、自分で言っといてなんですけど、まあでもね、あの楽しみです、そんな感じが、うん、それにお得だと思います。ちなみにビジネスでもあの結構お得に5万6000円とかなっておりますのでお得です。ただもうここまで来る、ここまで来るなら個人的にもファースト乗っちゃった方がいいんじゃないかなっていうのは思いますけどね。プラス3万円ですからね。ちなみに東京からドバイのエミレーツのファーストクラスだと、はい、120万円としますからね、はい、すごいお得です。12分の1、まあ、フライト時間は4分の1ぐらいになりますけど、3分の1、4分の1になりますけど。もうラウンジもあれですね、知らないうち人がたくさんいなくなった。多分このフライトだけしか開放してないんじゃないかな。プライオリティパスももちろん使えないですし、他の連携航空会社もなさそうな感じがします。すごいある意味贅沢な感じになってて、もうなんか店じまいみたいな雰囲気を出してますね。では今から、はい、ゲートに向かいましょう。ちなみにゲートはね、あ、 OK、 go straight、 OK、 そう、ゲートはね C になりますね。結構離れてるんですよね。近くに止めてくればいいのっていうのはあるんですけども、ここからひたすら歩いてっていう感じだと思います。C3 です。C3 まで歩いて19分でやばいな。だからみんな早く行ったんだ。LR 結構どこにもいるね、すごいね。じゃあ運動がてらちょっと頑張って歩いて向かいます。ファーストクラスですしね、機内食楽しみです。ファイナルコールやばい、遠いな。お、特別塗装ですね。全然あれだとエミレーツと分からんな、パッと見え青いかって。でもでかすぎるんですぐ分かりますね。わー、ということで圧倒的にやっぱでかいですね、380で。こうやっていろんな飛行機と比べると。まだ搭乗は始まってない。
というかなんなら今お客さん降りてない。あ、これでも違うやつか。うわ、もう本当にファイナルコールや。あ、しまった。ホングコングです。香港。あ、みんな乗ってるわ。やってもた。少しでも短い、ね、フライト時間なんで、地上にいるときにちょっと稼ぎたかったんですけど。よし。まあ、日本だとね、まあ、ホヌでハワイ行くときぐらいですかね。あとはまあね、ちょこちょこ飛んでたりしますけども、やっぱりまあコロナね、あのなってからはだいぶ乗る機会が減りましたね。まああとタイ航空もねありますんで。よし、じゃあ行きます。無駄にエコノミーじゃなくてこっちから行こう。遠回りすると皮肉なんですけど、2階、そうだね、2階は結構でかいんだ。Fresh juice, they have. Fresh orange juice. Yes. Do you want some ice with it? Ah, yes, please. Thank you. Oh, ということで、すごくないですか？これガチなんですよ。もう当たり前ですけれども、はい、ファーストクラスでございます。すごい。なんかもうなんか。え、これももらえるのなんかわかんないけど、うん、すごっ。 Gentlemen, would you take maybe for some dates? Yes, okay. This one, almond, plain or orange peel? Okay, almond, please. Almond, yes. Excellent choice, sir. Okay, it's no problem. Thank you. Yeah. Ah, yes, please. Enjoy. Thank you. すごい。コーヒー、フルでありますね。うわ、すげえ。Would you care for a hot towel? Thank you. Really hot. Oh, actually, Yeah, too hot. Oh, yeah.Very hot. 暑い方がいいですね。夢があるね、やっぱりエミレーツのファーストこうでなくちゃやっぱね。使い方忘れたな。でもな、これっていう結構モクテルとかね、充実
しちゃいないですね。ちゃんとね、アラビア語もあるんですね。Would you care for some more Arabic coffee? Ah, no thanks. Thank you. Yep. Good. 今回いろいろね、アラビアンな国も行きましたけれども、服もね、本当は着たかったんですけども、ちょっと汚れてるんで、もう普通の服で今回行かせていただきます。いや、せっかくなんで行けよって言われ、サウジアラビアの服でね、なんか行けよっていうのをなんか言われてるような気がしますけども、すいません、ちょっと今回は普通で行かせていただきます。じゃあ準備しましょうか。プリペアということで、取れるんだ。香水ですね。っていうのはまあ冗談であるあれですね。なんか虫かなんかのあれですね。たまに、ね、東南アジア便とかでありますね。多分そういったルールが決まってるんだと思います。うん、ちょっと臭いんで息は我慢してた方がいいと思います。Flight deck, or should I say good afternoon from the flight deck. My name is Mark Power, your captain, and it's my pleasure to bid you a very warm welcome aboard this Emirates flight 384 to Hong Kong. My colleague on the flight deck is Senior First Officer David Delgado. A very short 2 hours and 15 minutes, and the flight conditions are forecast to be generally good for the most part. Once again, welcome aboard, and I do hope you enjoy the flight with us. Thank you. What the fuck?ギリギリエンジンEmirates のファーストクラスは前回コロナ禍の、2020年パリからドバイに行った時に行きましたので、約2年ぶりですね。動き始めました。ほぼ帝国通り。Whenever the seatbelt sign is switched on, you should be seated with your seatbelt fastened. Wear it low and tight across your lap and adjust it by pulling the strap. ちなみにお客さんは結構埋まってますね。やっぱりね、多分でも知らないと普通ファーストクラス乗ろうとは思わないと思うんですよね。多分皆さんね、安く乗れるっていうのは知ってきてると思いますね。ただ横とかここが空いてるんでね、まあ、数席空いてると思うんですね。Your cabin crew will now pass through the cabin carrying out the final safety check. Enjoy your flight with Emirates. Okay. 向你展示阿聯酋航空公司航班嘅安全措施。請你細心留意呢一段短片。広東語になるのかな？請將你嘅行李存放喺上方嘅行李櫃中。起身。如有需要，讓氣面罩將由上方出現。將面罩拉向自己和佩戴，氧氣就會開始輸送，讓你做正常呼吸。Okay, 請先幫自己戴上面罩，然後再照顧他人。即使你是飛行常客，亦需要閱讀放在座椅袋入邊嘅安全卡，了解本班客機嘅安全措施。Sparkling water and 請留意離你最近嘅緊急出口。
出口可能正在你的后方。This Apple Airlines 航空公司已请除了高踭鞋，并且遗弃所有行李。これ回収しないのがいいですね。忙しいので離陸前にあれですメニューに確認ですね。後ろになんかあれカメラ持ってる人がいるのと自分だったこの腹もなくて Enjoy our huge music selection with amazing playlists rock, pop, classical and lots more entertainment for you to exploreそう、タイ航空も380あるんですけどもね、そこから使わなくなったんで、箱根エミレーツの380主張です、まあね、ローンチカスタムになるんで、エミレーツ頑張ってほしいです。そこにもあれですね、エミレーツの380いますね。よく空港も見えます。やっぱり2階席いいですね。この辺はもっとな本当にな380いたんだけどな、本当に少なくなりましたね、こうやって見るとね。よしということで3時間の短いフライトでございますけど、存分に楽しませてもらいます。よし、では離陸いたします。行ってまいります。ファーストクラスは大型機に限ります。これはもう言えることだと思います、うん、ということでもう時間見ると 2時間15分しかない。これ食事とシャワー間に合うのかな。寝る時間は少なくともないわな。こんな感じで枕とかね、あのマットレスもあるんですけど、超忙しくなりそうだわ。シートベルト着用解除のサインを待ちましょう。ちょっとメキメキ言うな。ただこれはあの、ね、前回も言いましたけど冷蔵機能はないんで常温ではあります。まあ言えばね氷とかくれると思うんですけど雰囲気大事。
これはもう他にないですからね。もう存分に楽しみましょう。もう2時間9分しかない。Thank you for coming. سيدتي وسادتي تتوفر خدمة سويتنا على متن طائرة $1,000 مع عروض Red Saber طبق بعض الاستثماءات اكتشف المزيد في كتيب Emirates Rain في جيب المقهى。はい、閉めて個室にもちろんすることもできますけれども、もう今回はあの食事とかで CA さんも閉めてたら邪魔と思うんで開けときましょう。じゃあちょっと食事モードにもう変えときましょう。ここですね。ホテルですね。もう改めて見ると何かした方がいいんだろうけど、何するか迷うな。うわ、テーブルもでかいね。何忘れておりましたけれども、言語はもちろんね、日本にも就航しているということで日本語もあります。こんな感じで、はい、日本語になりましたね。本当は気になりますけど、まあいいや。じゃあいただきます。これはモヒート、やっぱりモヒートとかね充実していていいですね。アップルなんちゃらなんちゃら。じゃあいただきます。何回も乾杯しちゃいますよね。じゃあいただきます。もちろんお酒も充実してるはずです。前の方ですね、なんかワイン飲まれてます。モクテルも充実してるのは嬉しい。アリタリアはもうね、そのノンアルコールの、ね、そういったものは一切ない。ナッツはあったかい、わざとわざ温めてくれた。まあね、距離的には時間的にはもう、ね、羽田から沖縄行くフライトぐらいの時間ですけれども、それよりちょっと長いですけれども、 JAL のファースト、国内線のファーストクラスとかでも ANA のプレミアムクラスとかで、まあ、5万ぐらいしますからね、値段はね、うん、じゃもうちょいね、その2枚ぐらいだ、もうちょい出せばこのバンコク、香港乗れちゃうわけですからね、エミレーツの、ね、ファースト、国際線のファーストクラスは。いや、これちょっとね、本当なんで逆に今まで乗らなかったんだろうって思うぐらいですね。まあ今までね、まあ、エミレーツのファーストクラスはね、JAL のマイルで取ることができたんですよね。ただもう今って取ることできないんですよね、ビジネスまでなんで。結構それで乗られてる人はいたんですけど、だからもうね、なかなか今はもうエミレーツのマイルを貯めるかお金払って、ね、乗るしかないっていう感じなんですけど、これであればね、まあマイルを使わなくても乗るハードルっていうのはかなり下がるんで、8万5000円ですから、いいんじゃないですか。皆さん今すぐエミレーツ電話するべきです。ファーストクラスは基本値引きとかないんで、もう直前取ろうが、1ヶ月先取ろうが、空席があればもうその値段っていうのは基本です。だから8万5000円です。まあ為替のレートで若干ね、変わるかもしれないですけど、円安の今でもそれぐらい値段ですから。お得ですね。美味しいです。ナッツも。こんにちは。
Yeah, that's right. How are you, sir? My name is Abbas. I'm okay. in charge over here. Just mm. wanted to welcome you on the flight. Thank you. Yeah. All good so far? It's no problem. Enjoy. Yeah, enjoy. Thank you. Thank you. ということで挨拶ありましてありがとうございます。ちょっと揺れてます。よし飲もう。よし。あこれなんとか大丈夫。天は若干こう暗めにしてますね。まあ日中なんでもうバリバリ電気つけるのかなと思ったんですけど、そうでもない前みたいですね。Yes, please. Which one would you like? This one with the sesame or just plain? Just plain, please. Plain? Yep. Sure. We can put it here for Thank you. Thank you, sir. Thank you. すごいな、ここまで出すんだ。これまだ、ね、あの前菜みたいな感じですからね。すごいな。フムスですね。はい、ということでこちらはね、まあ、サウジアラビアとか結構食べたんですけど、このね、ありましたけどコロッケ的なやつも、ね、まあちょっともう一回ここでいただけるとは思いませんでした。ではしっかりいただきます。チーズとかですね。はい、ということでタイムリミットがどんどん近づいて、ただやばいな、こんだけ結構あれだ、時間がない、結構来てるな。早い早い。いただきます。全然まだまだありますからね。セブンアップ行きましょう。いや今回ね、だからね、まあいろいろね飛行機乗ってみましたけども、やっぱりどっかでファーストクラス乗りたいなと思ってましたし、エアバス、ね、大型機も、まあ、747-380 とか、ね、乗りたいなと思ってたんですけど、まさかこの路線でまとめて2つとも同時に、ね、乗ることができるということで、いやー本当にありがたい。
なみにネットは使えるんですけども、ファーストクラスでのエミレーツは有料でした。まあ、でも全然使わなくても、まあ、問題ない感じです。これだけね、あのこれだけ楽しませてくれるなら。チーズですね。タイカレーな感じかな。なんかちょっとタイ仕様になってますね。ココナッツカレーの味がします。美味しい。本当でもフルで出してくれますね。こうやって食べてる間1時間切ってるんです。ちょっとあれだな、不安なんで、あのこれ食べたらシャワー浴びるようにちょっと調整してもらいます。できるかな。 I want to take a shower after main dish. Yes. So we'll prepare it. Okay. I'll fetch you when it's ready. Okay, thank you. Enjoying the meal, huh? Yeah, yeah. Okay. というわけで、シエさんですね。まあ、ちょっと、ね、あの準備今してるということだったんで、はい、ちょっと安心です。なんかシャワーをありがとうございます。ということで機内食はこんな感じです。お、最高です。じゃあゆっくりいただきます。シャワーアイコンもありますね。お、横の人は誕生日みたいですね。おめでとうございます。あんなのがなんか夫婦でね、あの真ん中席ラウンジにもいた多分、ね、あの方なんですけれども、あのいいですね、ファーストクラスであのお二人で旅行みたいなね、いいですね。いやちょっと僕もやっちゃおうかな。もう次あれ普通だと120万かかるんですけど、まあこの路線だとね、まあ、8万円とか全然いいですよね。ハッピーバースデーとか、ね、結婚記念日とかね。よし、ということでエクレアとコーヒーですね。はい、このフライト昼間の、ね、フライトっていうのはポイント高いと思います。だいたいね、イエンケンってあのエチオピア高校の成田院長とかもそうなんですけど、夜9時出発とかね、まあ、割かしもうおまけのフライトみたいな、なんか認識なんですけど、この今回はドバイ、あのバンコクが深夜便になるんでね、ちょうど昼のフライトになってるみたいな感じの時間帯なんで、まあ、それはたまたまだと思うんですけど、ポイント高いと思います。やっぱりね、あの楽しむなら昼のフライトの方がいいと思うので、いただきます。エクレア。食べるの難しそうだ、ね。甘さ控えめ、それがいいですね。素晴らしい。
そっか、これをつけて甘さを使い加えるんだ。このね、あの路線っていうのは成田にもできてほしいよね。成田、香港とかね、多分同じぐらい値段になると思うんで、ちょっと飛ばしてくれないかな、離縁券でね。羽田もあるんで、あの羽田でもいいですけど、あと関空、うん、MH さんちょっとお願いします、離縁券で飛ばしてください。それであのエミレーツ羽田ね、そうドバイも再開させて、あれは777新型のやつなんですよね。なんかゲームチェンジャーっていう、まあ777なんでシャワーはないんですけども、6席しかないんでもっと広いあの感じになってるんで、それもちょっと乗りたいなと思ってるんですけども、うん、まあそれはねお高いんで、この路線だとでもまあねあれですね、いいですよ。でもシャワーどっちがいいですかね、ゲーム新しい新機種か、まあ、それかシャワーがあるこのエミレーツか、皆さんはどっちがいいですか。それもいずれはレビューしたいです。というわけで食事はもう最高に美味しいです、ね、8万どうせ8万5000円乗ってるんだろうみたいな感じでワンプレートでドンっていくんで、ね、あのちょっとまあ来るのはちょっと覚悟してたんですけど、普通にフルで出してきたんでびっくりしております。あともう50分しかない。やばい。OK。Thank you。すごい。Safety first. Okay. We have the oxygen mask in case we will need it. Okay. So we have the amenities, the towel. Okay. The toilet. The shower. Okay. So you can adjust the temperature. Just like a normal shower. Okay. We will have 5 minutes of running water. I see. You can stay 20 minutes in the spa. For the water to run, this has to be fully latched. Okay. If you need anything, we'll be outside to help. Okay, thank you so much. Yeah. Wow. Oh, that's it. ということで、久々に来ましたね。人生3回目。はい、あの人生3回目です。はい。ということで、ありがとうございます。すごいね、こんな単路線でもやっぱこう用意してくれてるんだ。しかもタオルもね、はい、めちゃめちゃ感動してます。はい、いいんすかみたいな。あのそう、これもねいただきましたし、まさかね私シャワー浴びれると思ってなかったんで、あの服とかパンツとか持ってくるの全部預けちゃったんで、ないんですよね。もう仕方ないですよね。それでも入るしかないですね。まあでも入っちゃいます。じゃあ行きましょう。ということで、ここにもちなみにディスプレイあります。香港まであと少し。やばいやばい。ブルガリです。ブルガリ。ブルガリやっぱり。ブルガリやっつってじゃん。ブルガリね。Because of weather in Hong Kong, showing a temperature of 28 degrees, a little bit cloudy. It has been a pleasure having you on board our flight today, on behalf of Emirates and the entire crew. Tobacco products and bubble cigarettes is strictly prohibited.よし、でも行きましょう。よし、おぉ、おぉ、8時、おぉ、おいしい。飛行機の中ですよ、ね、エアプレイの中ですよ。おぉ、さすがだよ。また浴びれるとは。シャンプーぐらいじゃさせていただきます。おや、もういい。あと40分ぐらいしかないんで急いでいきます。おお、最高です。おエミ
に最高。入りました。意外とでもまだ大丈夫。まあでも時間も限りあるんでこれぐらいしとこうかな。はい、ということでドライヤーもします。よしよし、完璧です。ドライヤーもありますのでご安心ください。これバッチリイケメンになりましたね。寝癖も取れたんじゃないですか。はい、よし、ありがとう。やっぱり近づいてるな。あと何分残り、あと30分。よし、行こう。ちなみにおトイレはこちらになります。はい、こんな感じで。すごいよね、気づかないよね。最初トイレあるのって気づかないのしようと思って。すごい、本当に最高でした。また次体験できる日がいつ来るか分かんないんですけど、ぜひまたシャワー浴びたいです。最高でした。でバッチリです。はい、ドヤ顔ですよ。よし、戻りましょう。忘れ物ない。Thank you. Ah, yes, thank you. Thank you. よし、8時。すごい、こんな感じで流れてすごいよね、エミレーツ。シャワーが2つあるんですね。ここは階段になってエコノミーですね。だからちょっと1つね、シャワー2つあるんですよ、それで、ね、1つちょっと潰しちゃったんですけど、すいませんでした。最高ですか。横になる時間はないですね。あ、でも十分もう、満足です。まあ、寝るのもよし、シャワー浴びるのもよしって感じですね。多分ね、このアメニティはね、でもね、普通だと配ってくれないんですよね。多分なんか僕がシャワー入るって言ったから特別に多分余ってたからいただいたんだと思います。ちょっと開けてみましょうか。すごい、まさかブルガリー。ブルガリー。いや、別にブルガリー。多分これ普通の長距離戦だとしかもらえないやつだとさすがに思います。後で持ってきてくれたんで、多分他の人はもらってないです。ブルガリー。男性用のやつですね。ティッシュ。あ、スプレー。ヒゲする。ブルガリというか。これだ。やっぱでもこれだわな。いや、ブルガリホテルにもこれを期待してましたよ。東京にも。やっぱり想像を超えるサービスはやっぱりファーストクラスとかね、高級ホテルとかしてくれたらめちゃめちゃテンション上がるというか、うわ、さすがだなって思いますよね。でもちょっと今回もブルガリといただいたんで、ぜひぜひまたブルガリホテルね、ちょっと上海とかもいろいろあるんでね、ぜひまたそういったところ泊まっていきたいですね。ブルガリさん、エミレーツさん、ありがとうございます。これ大切に使わせてもらいます、家で。こいつちょっと着火、まだ時間もありそうなんで。音がすごい。私が重いわけではないですよ、ね。まあ、これもなんだかんだ言ってね、最新ではないですかね。もう何年ぐらい使ってんだろう。
もすごいよね。今でも全然テンション上がるデザインですけどね。シートベルト着用のサインでお別れの時が来ました。もうあっという間に香港です。あ、finished, yes, thank you. And the seat belt. Okay. Seat belt. Seat belt, okay. しっかりね、アラビア語のアナウンスこの路線はね、多分ほとんどアラビア語理解できる人はお客さん乗ってないと思いますけどね。でもまあやっぱりね、エミレーツ国営ということで、そこら辺はしっかりね、第一言語としてやってますね。すごい眠くなってきましたね。お風呂入ってた、シャワー浴びてた。Please read the safety card in the seat pocket to make sure that it's exited any aircraft safety features.ね、香港も久しぶりですね。香港空港には寄りましたけれども、今回入国するんで、それも楽しみですね。まあ、今回の路線はもちろんね、香港、バンコクにも飛んでるんで、逆も飛んでるんで、多分同じような値段だと思います。はい、ぜひ、ちょっと皆さん、バンコク旅行行く際は。利用してみてはどうですか。香港経由で細かい説明すると、ここに何か入れるところはイヤリングとかですか、分かんないですけど、なんか忘れそうですよね、ここにね。それであそこに、まあ、2F っていうふうに書いてるんですけども、あそこ扉になってるんですけど、あそこにスーツケースとか出てるような収納棚がそれぞれ用意されているという感じですね。 USB ポートがここに2つ、あとここにも、あ、こんな感じで寝た時用のシートベルトですかね、備えられてますね。でここにも一応収納はあります。でこれですね、ここ何と思います、これ何と思います。ここを回すと風が出てきますね、涼しい風が。空調ですね。こんなのもあったり、あんまり普段なんか他の航空会社では見ないような感じです、まあ、作りは本当にね、こだわってると思います。メンテナンスも大変だと思いますけど、一つも壊れてないんで、しっかりされてるんだと思います。すっかり忘れた、これもちょっと持って帰りましょう。そういう風なパッケージになってる。これはいいのか分かんない。まもなくしたら香港国際空港に到着です。ちなみにこう USB だけでここにコンセントがありました。びっくりと気づかなかった。たくさんある。あそこになんかアクアラインみたいなのがあると思うんですけど、ね、なんか、ね、地下に向ける道路みたいな、あれがですね、確か香港とマカオを結ぶ世界最長のここから橋になってるんですよね。すごい、そんなに車走ってなさそうだよ。雨。
Celsius. Please keep a super fast one until the tires are switched off. Thank you, Flight Emirates. We hope you enjoyed your flight and we look forward to seeing you soon. رجاء إلى أحد أفراد الطاقم إذا شعرتم بأي من تلك الأعراض خلال الرحلة. يوجد تغطية الأنف والفم بقناء طبي واستشارة الطبيب. نشكركم لسفركم مع طيران الإمارات، كما نرجو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم. أملين أن نكون في خدمتكم مرة أخرى في المستقبل. شكرا.香港到着しました。あ、元に乗ってたいですね。ドバイまで行っても全然いいですけどね。あの運んでくれるのであれば。顔が真っ赤。風呂上がり。香港航空はね、あの救いたい動画出しましたけれども、あれは使ってんのかな。なんか綺麗に並べられてるけどね。最近は日本にもねバリバリ飛んでるんで、まあそれで多分、ね、香港の方もかなり日本に来てるみたいなんで好調でしょうか。よしってないですね。ここがいいですね。ついちゃいましたね。よし、じゃあ行きますか。まあ、最後に出てもらうんだけど、まあいいや。楽しかったです。本当に最高でした。ということで到着しました。もうかっこいいですね。ありがとうございました。香港到着です。いやありがとうございました。请沿途紧握扶手，请沿途紧握扶手。無事香港に着きましたというか、まあね、まだ入国はしてないんですけれども、今からですね、あの、まあ、香港に入るわけでございますけれども、以前はね来た時はいろいろ面倒くさい条件があって、あのもう経由だけっていう形で、あの足を運んだんですけども、今はもう PCR とか、ね、ワクチンとかもうそういったものは一切ないんで、普通に帰りのチケットを持っていれば、あの出国するチケットを持っていれば入国できるはずです。はい、ということで、じゃあ、はあ、行きましょう。こんなあったっけ、エアポートリンクなんて。香港も忘れたな。
なすごい懐かしいな。コロナ前はねちょこちょこ行ってたんですけどね、マカオ行きのフェリーとかもねいっぱい行った。懐かしいですね。これ一回も乗ったことないな。今なんかバスでもね、あのさっきの渡って行けるみたいですね。それではイミグレーション到着です。じゃあ香港行きます。香港、どれだ、バンコク、ドバイ、さあドバイ経由なんですね。同じ便名使ってるのかな、384の便名、6番。あ、ちょうど来た。香港さすがです、ありがとう。重い、また荷物あげたということで、はい、プライオリティ、ありがとうございます。ういっ、いやすごい静かですね。こうなんか全然空港があんまり使われてない感じがして、まだまだなんかコロナ禍のような感じ、雰囲気ですね。あ、電車あったあった、あんまり使ってなかっただけだな。観光局も結構積極的にやってますね、ツーリズムで。出迎えの人が、ええな、出迎えてくれて。よし、到着です。まあ、こっちはまあまあ、わりかし人が多いかなって感じですね。うん、でも、全盛期は多分もっと人がたくさんいて、ね、ハブ空港でしたし、それに比べて全然、バンコクとかに比べると、正直、活気はそこまでないかなっていう感じですかね。無事ですね、あの香港にあのたどり着きました。久しぶりにですね、あの来たということもありまして、めちゃめちゃ嬉しいですね、うん、ということで、まあ、あの次の動画ではですね、まあ、香港の、まあ、動画もちろんね撮っていこうかなというふうに思っておりますので、ぜひちょっと楽しみにしていただきたいですし、あの今回ですね、まあ、エミレーツのねファーストクラス、はい、あの8万5000円、まあ、10万円以下でですね、あの乗ってみたわけでございますけども、すごいね。もうだってシャワーも浴びれるならもうね、あれで文句言う人は誰もいないですね、このサービスで。いや、ね、高いっていう人は誰もいないってぐらいの、本当にもうお値段以上、ね、ニトリじゃないですけれども、もう本当にねそんな感じのフライトでございました。本当にあの思っていた以上にいろいろ、まあぶっちゃけ値段がね、値段だけに制限とかいろいろねあっても仕方ないなっていうふうなところは思ったりもしてたんですけれども、まあ言えばね、あのフルサービスと変わらない感じであのやってくれるんだなってちょっと驚きました。ぜひですね、あのちょっと皆さんね、あのもしあのね海外行かれる際はですね、まあ、香港経由してちょっとこの路線をですね乗ってみるっていうのもいいと思いますので、おすすめでございます。ぜひですね、ちょっと運行を続けてほしいなっていうふうに思いますし、ぜひ日本人の皆さんにもですね乗る価値はあると思います、まあ、それぐらいのものでございました。それでそう、 あと一つ言わせてたんですけども、あのエミレーツのねそうファーストクラスって、あの優勝でお金払ってフライトを取った場合っていうのは、あのタクシーサービス、送迎サービスについてですね。だから今香港に着いたらあのホテルに送ってくれたりですとか、逆にあのホテルからあの空港まで送ってくれた、しかもなんかベンツとかなんかリムジンとかなんかそんないいやつで、そういった事前に申し込むサービスっていうのがあるんですけれども、この路線はあのバッチリホームページ対象外っていうふうに書いてました。そこはまあ仕方ないですね。そういうことで、あのちょっとそれはね残念ながら使うことできないんですけども、それでもあの十分ですね、あの価値のあるですねフライトだったんじゃないかなっていうふうに思います。またあのね、そう実はあのバンちょっと話がごめんなさい、校長先生みたいな話がもう毎度、ねあのね、長くて申し訳ないですけども、バンコクからドバイも実は結構お得で、サンリアリゲ検索したんですけども、大体あの7時間ぐらいのフライトでね、あの30万円ぐらいで実は取れるんですよね。バンコク出発は安い、うん、それであの先ほど言ったですね、リムジンサービスもつけれるはずなんで、そこの路線もねあのお得だなというふうに思いました。ということで、あの話は長くなりましたけども、それぐらいですね、満足度高いですね、あのフライトでございました。ということで、まあ、こんな感じで、ね、まあ、今回の動画を終わりたいと思います。まだまだもう少しですね、あのだんだん日本に近づいてきましたけども、この旅もですね、あのイタリアから始まりまして、ね、あの次以降ももうちょっと続きますので、楽しみにしていただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。